日本戦没学生記念会は、聞け和田摘の声の観光をきっかけとして1950年4月22日に結成された日本の反戦運動団体である。略称である和田摘会の名でよく知られている。1949年に観光された戦没学生の異文集、聞け和田摘の声の観光をきっかけに、観光元である東大共同組合を中心に、 1950年、戦争体験の継承、戦争体験の思想化を標榜し結成された。会は、戦没学生を記念する、和立み像を制作するとともに、現在に至るまで、聞け和立美の声の編集を主要な活動としている。第一次和立み会の時代には、学生層が中心となり、運動の政治家、先鋭家とそれをめぐる対立が激化したため、 1958年の第9回大会をもって一旦解散した。しかし会は解散から間もない翌1959年6月には再結成され、それまでの活動の反省を踏まえて反戦運動、政治運動からは距離を置いた。このため会の運営はやや年上の戦中派世代の知識人、著名文化人が中心となった。 しかし今度は戦争経験を持たない若い世代との対立が激しくなり、1969年の立命館大学での和立密造破壊事件などをきっかけに若い会員が大量に脱退した。1970年7月の役員会選で初般人編集委員の一人で戦没学徒の遺族でもある中村克郎が理事長となって再出発した。 戦中派世代だけで再建された第三次和立み会では、少年兵経験を持つ渡辺清が運営の中心になり、帰還し、和田積みの声で天皇制特集を企画するなどして、再び会員層を広げていく。第三次和立み会は、昭和天皇の戦争責任を問うという姿勢から、反天皇を掲げた政治団体化していき、これまで会の活動を支えてきた。 中村克郎は理事長の座を追われる。1994年4月23日の総会で副理事長の高橋武友が理事長に就任する。この時、中村克郎をはじめとする古い会員の多くが会を離れる。第四次和脱美会は1995年に審判、聞け和脱美の声を出版したが、遺族や関係者から誤りが多い。 遺族所有の原本を確認していない、遺構が歪められている、遺構にない文が付け加えられている、訂正を申し入れたのに増刷でも反映されなかった、といった批判を浴びることとなる。1998年、遺族は中村克郎、中村武雄、西原若菜が、発起人となって、第4次和田摘み会とは全く別に、和田摘み遺族の会を結成。 内中村勝郎と西原若菜が遺族代表として和田積海と岩波書店に対して勝手に原文を改変し著作権を侵害したとして審判の出版差し止めと精神的苦痛に対する慰謝料を求める訴訟を起こす。原告が提出した原本と審判第一冊の対象データをもとに岩波書店が修正した第8冊を1999年11月に 出版し提出した結果、翌12月、原告は要求のほとんどが認められたとして訴えを取り下げた。聞け和田罪の声の戦後史は、1994年2月19日付の山下はじめの弾劾文、中村理事長への公開質問状が第三次和田罪会解体へのきっかけとしている。AB、聞け和田罪の声改変事件。 裁判の記録1999下。日本ユニ著作権センター。2011年4月5日閲覧。保坂第7章。ありがとうございます。